夢ならばどれほど良かったです。これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。あのことを夢に見る忘れたもん。なぜこんな個性の集合体みたいな犯人。副委員長相沢純一、クラスを思いのままに全てきた男、二階堂レオ元モデル、一声かければ100人以上の女子が集まる男、衝撃ビフォーアフター筒井茜、そしてもう一人普通の僕と正反対の男半田聖。謎に包まれた学校のカリスマ、海のように穏やかだといい、あるものは悪魔のように熾烈だという。書の世界では名の知れた若き天才だ。彼が歩けば自然に道が開け、男子は尊敬の、女子は憧れの眼差しを向ける。来たな半田。カン口で言うのは緊張するから手紙書きました。受け取ってください。ごめん、手が滑った。半田逃げろ。逃げて。あれ半田じゃないか。だから手出しちゃダメだって。結局半田さんの偽物がいたってわけか。半田の名を語って小遣い稼ぎしてたってことかよ。本当にいた半田聖君。そんなに簡単に見つかるなんて思わなかった。こんなところで数字やってないで私らと遊ぼうよ。逃げなきゃ。まさかここまで。いや知ってたさ、再確認しただけだ。俺がどうしようもなく嫌われ者だということを。もう笑うしかねえや。さあ記憶戻ったかな。うん、あの目は間違い。触れさせない。僕だぞ長谷川。誰だ。さあ嫌われ者の登場だ。殴るなら俺を殴れ。神田。やばい、長谷川をいじめたら俺が殺すって。はい、これ悪かった長谷川。じゃあな。半田と知り合いならそう言えよ。来た。時々本を借りに来る王子様半田くん。あの本返却に来たんだ。あのあ、はい、何やだ、話しかけられた初めて。何最近の私の功績を褒められるの。まさか。よく頑張ったね。よし、みんな静かに。俺は帰る。帰る？どうしたんだ半田君。これは憑依だ。ああ、筒井君無事だったか。し、半田さんが語っている。カエルを返してやろう。それが半田さんの答えだな。2人とも早く保健室に連れてった方がいいんじゃないですか。半田くん。なんで半田ちゃんが。それ捨てたの俺だから。半田くん。半田ちゃん。半田くんが原稿を守ってくれた。やった。よかった。よかった。よ、突っ込みたいはず。さあ行け、行って助けてやってくれ。まさか半田さん、なぜ助けに行かないんだ。体調が悪いのか。カツアゲっぽいけどカツアゲじゃないのか。そうか、首を痛めてるんですね。助けてやれってジェスチャーだろう。あ、そうなんですか。わかりました。ああ、なんだてめえ。この野郎。できるなら最初からやれよ。それ以外に俺に手紙が来る理由。下駄箱に手紙といえば果たし状。ラブレター握りつぶした。女なんて眼中にないんだよ。ちょっと半田、くん、いくらなんでも捨てるのはひどいんじゃねえの？舞子が徹夜で書いた手紙なんだぞ。ちょっとぐらい目通してやんなよ。いいの、私はいいの。なんだ、くん、レオあいつに服を着てるのは許さないぞ。誰のおかげでモデルやれてるか知らないどえらい奴らに絡まれたぞ。モデルであることだけが俺の誇りだったのに。あるか知りませんが俺には必要ないので、必要とする人に声をかけてください。失礼します。あ、ちょっと君、何なんだあんなボロボロの格好。若いのに苦労してるんだな。一体どうすれば。一緒に戦ってくれるのか。よし、渡した、帰ろう。かかってこい、こら。名前も知らないやつだが背中を預けられるのは悪くねえ。ちょっとどいてください、帰るんだ。たとえ負けてもお前への感謝を忘れねえ。万引き。おい、今の半田製じゃないか。俺ももらっていいのか。俺が取ったらキレられるんじゃないのか。乗ってたら俺殺されてないか。これからはその考え方やめようぜ。半田君美しいよ。え、ああ、燃え盛る半田、幻想的だ。火の神だな。えっ、はーい、半田君来た。しまった、取ってはいけないパターンだったか。だがこうなっては進むも地獄、戻るも地獄。レオ君、俺も飴持ってくればよかった。やっぱり食べたらダメだったか。よし、何でも命令してくれ。今日は天気がいいな。ああ、絶好の襲撃日和だ。こいつの中で晴れってそういう日なの？窓。これは示せということか。全てを捨てて戦いへ出る覚悟。これが大学さえ恐れない俺の覚悟だ。何やってんの。いつも通りでいいさ。昨日みたいにただ壁を外すだけだ。それだけで世界は変わるさ。おはよう、半田君。おはよう、半田。おはようございます、半田さん。おはよう、半田君。半田ちゃん、おはようやね。さよう。